疲れ様でした。ビーヤーだ。ちょっと何言ってるかわかんないな。飛んでくる。続々日報でございます。はい、はいはい、ですね、本日3日目終わりました。明日2回で終わりでございます。ついに千秋楽、はい、明日が来るもんですね。千秋楽寂しい。これはほんま寂しいわ。ほんま寂しい。センチメンタルカツ。センチメンタルカツ。ほんま楽しいわこの舞台。嬉しいな。舞台より舞台やもん。ちょっとよく分かれへん。ヤジすごいな今日。ヤジがすごいな。こっち側にいっぱいね。そういっぱいね。いけあるけどね。はい、やっぱこう日増しに何かこうなんつったやろ。まあ、縦もそうですけども内面もみんな、はい、こう一つになってくるというか、まあ何回も公演するこの利点ですよね。はい、みんな積み重ねてってますね、今完全に。はい。え、なんで聞こえへんの？すいません。なんで聞こえへんの？なんでや、おかしいおかしい。ヤジがめっちゃおかしい。ほんまに。でもね、3日間終えて、どうですか？いや、今言うて。次、あんたの番やねん。こっちやん。あんたの番やん。すいません。いや本来ツッコミちゃうからね、僕。あ、そうやね、ちょっと疲れたところですね。全然疲れてないです。どうですか？はい、3日間緊張しましたね。はいはい、緊張したけど、楽しかった。そうやな、はい、もう終わりみたいな。いや、じゃあこのあと2回噛み締めようっていうの。そうそうそう、さっきも話してたの、それ。そうなんですよ、バトルで、はい、こう相手が楽しんでるの分かったら、こっちも楽しいし、はい、そう、そういう話してて、そう、こっちも楽しんでたら、相手も楽しんでくれるしっていうのが、すごい分かってきて、ね、明日2回ね、ちょっと頑張りたいなと思います、はい、本当に。そう、今日のラストバトルもすごい楽しかったんで、今日超えなっていう感じで、うん、はい、楽なんで。ポリ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 。ただね、明日、残念なことに、うん、まあ、今のところ、はい、客席が、客席がなーってなっちゃうような感じなんです。いやもう降りていきましょう。そうや、それはもうほらお客さん多い少ない、それは多い方がありがたいですけども、ぶちまけるのみなんでね。はい、ぜひそのぶちまけてる様子をね、一人でも多くの方はまだまだ予約間に合いますんで、ぜひ見に来てもらいたい。はい、多分ないですもん、この感じのやつ。13時と17時ですね。はい、明日この感じのものを見れるのはなかなかないと思いますね。なかなかない、はい、大隈さんがツイートしてくださってたんですけど、はい、ギアとのはしごもできるので、はい、可能なので。すごいな、そんなの。いける？阪急乗ってそのまま河原町まで行けば。なんか全然違うけど同じノンバーバルでギアにも出てるし、はい、継続継続やった後ギア行くんですか？今言うてたよ。そうそう、でもそれもできる、逆もできるし。時間なので、はい、時間なので出ましょうと言いました。ぜひ見に来てほしいです。待ってますよ、はい、ほんまラスト明日13時17時ぜひ見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ゲッツ。